皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこのピクセルウォッチね、ようやく発売されましたけども、この初期設定の方法についてご紹介したいと思います。まず最初にですね、初期設定がやっぱりよくわからなくて不安だっていう方もいらっしゃると思うんですよね。ですので今回はまず最初の電源投入した後のペアリングの方法、そしてその後にこの Google Pixel Watch のアプリを使った初期設定の方法をお伝えしたいと思います。そしてこの Google Pixel Watch に関しましては当然ながら Google アカウントが必要になりますし、 Fitbit のアプリに関しても Fitbit のアカウントが必要になりますので、前もってぜひアカウントの方作成の方をお願いいたします。そしてこの初期設定の方法なんですが、基本的なものに留めてあります。やっぱりね、いろんな応用編もあります。 Google Pay とかスイカの設定とかですね、そのあたりは難易度が高いので今回は省いています。基本的に使える一通りの流れっていう形でご紹介したいと思いますので、ぜひ、ね、ご覧いただければと思います。では早速本日も行ってみましょう。ではこれからですね、ピクセルウォッチの初期設定を行ってみたいと思いますが、ピクセルウォッチの方の電源を投入してからだいたい 2,3 分ぐらいですね、ちょっと起動まで時間がかかりますけど、このような画面までやってきます。この状態になりますとペアリングをしてくださいということになりますが、使うアプリなんですけども、 Google Pixel Watch というアプリがありますので、そちらをダウンロードしてインストールしておいていただければと思います。ではですね、この画面になりましたら続行、そしてこのあたりですね、使用状況や位置情報ですね、チェックに入っている状態で同意をするっていうところをタップします。次に出てきましたのは Google Pixel Watch 01MX とありますけど、管理対象となるウォッチを選択とありますので、ここをタップします。ペアリングのね、コードが出てきましたが、この状態で連絡先、通話履歴のアクセスを許可し、番号もね、確認して一緒ですねということでペアリングをします。かっこいいインターフェースですね。今ね、隠してありますけども、Google アカウントにログインするとありますので、メインで使っているアカウントね、ここに表示されていると思いますが、続行っていうところをタップします。で、ロック解除してくださいってあったので、解除して認証しました。はい。新しい Google Pixel Watch へようこそと出てきまして、次をタップします。はい。スマートウォッチを装着するとありますね。はい、スマートウォッチの向きを設定、この状態で腕につける場合と、そしてこの向きでね、つけたいっていう方もいらっしゃると思いますので、それも可能なんですね。どちらの腕につけますかっていうので、私は左腕になりますので左、そしてリュースのある側はってありますので、これ右側で設定したいと思います。これはいいですね。はい、そしてバンドを交換する方法と出てきました。はい、バンドを外すとあります。バンドを装着する、そしてフィットビットアカウントに接続するとありますね。新しいスマートウォッチの設定が終わったら、フィットネスの目標のカスタマイズや進捗の管理を行えるよう、フィットビットモバイルアプリを開いてアカウントに接続しましょうとあります。はい。ではスマートウォッチを音声で操作とあります。Google アシスタントを設定すると、テキストメッセージの送信や予定の管理、クイックアンサーの確認を音声で行いますよとあります。これはね、ちょっと設定してみたいと思います。そうしますとこのように出ていますね。 OK Google、 音声アシスタントの設定などのページになっています。アシスタントの設定が完了しましたとありますね。音声アシスタントを使う場合なんですが、今ここに案内が出ていますけど、ここのボタンを長押ししてアシスタントに話しかけるか、もしくはこのウェイクワードになりますね、定番のあの言葉を呼びかけるってことになります。はい、スマートウォッチのロックの設定になっています。ピンコードかパターンコードになっています。で、私はねパターンにしてみたいと思います。パターンを今登録しました。その後に Google Pay の設定になります。はい、新しいカードを追加しますかと、これは Google Pay の支払いのクレジットカードの登録、もしくは Suica ですね、これは待望の機能になります。 Suica の方をねタップします。ウォッチの設定後に Suica を追加するとありますね。 Suica を追加する前にウォッチの設定を完了する必要がありますと、 OK をします。では後ほどね登録してみたいと思います。そしてスマートウォッチアプリの選択ということで、いろんなアプリを入れることができますよと出ていますね。これもね後ほどいろいろ見てみたいと思います。はい、スマートウォッチを更新中ということで、完了するまで10分ほどかかるようです。はい、ようやくねセットアップが完了しました。ようやくですね、結構長いんですね。
ではこのウォッチの方の初期設定の方が終わりましたので、このように一旦使える状態になっています。ではこの上でですね、 Google Pixel Watch のアプリを使って少し使いやすいように調整していきたいと思います。ではまず一番上からね、ざっと見ていきたいと思います。 Watch Face の方をタップします。そうしますと何ができるかっていうのは、この文字盤の変更ができるようになっています。このウォッチの方でも変更はすることができるんですが、やっぱりアプリの方でね、調整した方が楽なのかなっていう感じなんですね。では一回文字盤の変更をやってみたいと思います。今私のアプリの方ではこの3種類がインストールされている状態になっていますので、このウォッチの方にもこの3種類がね、入っている状態です。では新たに一つね、新規で作ってみたいと思います。その場合はこの新たに追加っていうところがありますので、ここをタップします。そうしますとこのように一覧が出てきました。ではこのダイヤルというね、文字盤に変更してみたいと思います。はい、出てきました。これがね、基本の情報になっています。この上でですね、まずこの文字盤のこの部分、黄色デザインになっています。でこの黄色の部分を、では今回はね、ちょっと赤にしてみたいと思います。そしてスタイルとありますが、ここを調整してみたいと思います。ダイヤルの周りの部分見ていただきますと、これが12ってありますね。これ1,2,3,4,5,6 という時間ごとに数字が割り振られていますし、真ん中にしますと10分、20分、30分というね、分の方になっています。0をタップしますとこのように5分ごとの刻みになっていますね。こういうふうに調整することができます。そして次にウォッチフェイスの追加機能っていうのがあるんですけども、これをタップします。そうしますとね、いろんな機能を割り振ることができます。Fitbit Today って書いてありますね。この一番上の部分ですね。12の下のとこなんですが、ここは例えば私の場合もすでにインストールしてあるんですが、ストラバを起動するっていうふうに設定することによって、ここがね、ストラバのアプリが割り振られました。このようにいろいろ変更することができますので、自分の好きなようにカスタマイズすることができます。で、これでいいよってことであれば、追加を押しまして決定になります。先ほどの一覧のところを見ていただきますと、ここにね、4つ目に新しい文字盤が追加されました。で、これでですね、この新しく作った文字盤をここに追加してみたいと思いますので、このアクティブに設定というところがあるので、ここをタップします。そうしますと、はい、このように反映されました。ではですね、文字盤の変更の次にタイルっていうところを見ていきましょう。これタイルって何なのっていうことなんですけども、実はですね、文字盤からこのように右にスワイプして、もしくは左にスワイプして、この右左に表示されるものがタイルになります。これの順番を変えたり、他のアプリからこの画面上に持ってくるっていうこともできます。私は今現在ですけども、右にスワイプしますと、これストラバのアプリが起動できるようにしています。これですね、一番上のところにストラバが来ていますので、ここですね。そして次にこれタイマーを持ってきています。そしてこれ歩数表示ですね。そして睡眠っていう風に、いわゆるこの流れがですね、右から順に表示されるものを今設定してあります。つまりこの順番を変更しますかっていうことになります。例えばタイマーを一番上に持ってきたい。その場合は、これを長押ししながら、そのまま移動させます。で、離します。そうしますとこのように、ホーム画面からすぐにタイマーに切り替わりました。そしてストラバっていう風になりました。ちなみにストラバっていうのはワークアウトアプリになっています。こうして順番をね、任意で入れ替えることができますね。こういう風にね、調整することができます。そしてここに出ていないアプリを追加したいっていうことであれば、このタイルを追加っていうところをタップします。そうしますとね、プラスマークがついているものは新たに追加できるものになります。例えば今押してしまいましたが、最後のアクティビティとかね、エクササイズのクイック起動とかね、そして手洗いタイマーとか、次のアラームとかね、もう削除してしまったものになりますけども、これもね、改めて追加することができるようになっていますので、追加した後は先ほどと同じように順番を入れ替えることができます。ですので、ここの順番を入れ替えたり、新しいアプリを追加したり削除することによって、結構ね、使いやすく調整することができますね。では、このタイルに続きまして、次の設定のところを見ていきたいと思います。まず最初は通知になります。スマートフォンアプリからと書いてありますね。これはこのスマホから飛んできた通知がここで通知されるってことになります。直近では私の場合 Gmail が通知されています。先ほどね、 Gmail 通知が来たものが今一番上のリストに表示されていますね。そして2番目にキャッシュってありますけどね、デビットカードのアプリになりますが、これも通知を受ける設定になっていますので、2番目に表示されています。ですので履歴順に今並んでいますね。そして過去7日間のアプリを全て表示とありますが、このような
な通知がこのスマホから飛んできたもののリストになります。でこの中でやっぱ今後いらないよってことであればこのチェックね一個一個例えばメルカリはオフにするとかねそういうふうに調整することができますのでこれはねちょっと考えていただければと思います。そしてプレイストアとありますけどもこれはこのウォッチにインストールできるアプリをこの一覧から探してきてインストールすることができるようになっています。例えば LINE のアプリをインストールしたり Spotify とかねカカオトークとかね Google Keep とか結構いろんなものがあります。で次にスマートウォッチの設定の方を見ていきましょう。例えばこの画面とジェスチャーですね。そうしますとね画面の点灯時間が10秒なのか15秒なのか30秒なのかっていうふうにこれが何秒間つきっぱなしにしますかという設定になります。ここはね必要な長さに調整してください。常に画面をオンってありますけどもバッテリー駆動に影響ありますよと出ていますがこちらがですね Always on Display になります。結構ね今暗くなっているのがわかると思うんですが必要のない時には画面をこのように暗くして待機してくれていると。それでちょっとねこのように手首を動かしますと通常モードに戻るという流れになっています。そして傾けて画面をオンとありますね。スマートウォッチのバッテリー駆動短くなりますよと出ていますがこういうことですね。これで画面がつきますよという機能になります。これは真っ黒の状態であればこういうことになります。手首をこのようにひねると画面が点灯するという機能になりますので基本的にオンにしておいた方がいいのかなと思います。そして次にタップで画面をオンとありますがこれもねオンにしといていただければと思います。つまりこういうことになります。はい、これがタップで画面をオンになりますのでこれもオンにしておいた方がいいのかなと思います。はい、次にセキュリティとあります。これは画面のロックとありますね。このセキュリティの画面ロックに関しましてはウォッチを一旦外した後に再びここに装着するときにパスワードを入力するか点と点を結ぶ方法でロック解除することができるようになります。これはウォッチ上でその設定をする形になります。ここになりますね、セキュリティとあります。そして画面のロックっていうのが今オフになっていますがこれをタップしてオンにしますけどもパターン表示なのかそしたらピンですね数字を打ち込む形になります。例えばパターンの場合どうかってことなんですけど例えばこういうふうにこうですね、はい、これで今このパターンを登録してくれました。そうしますとねこのような画面になりましてパターンを解除しない限り使えなくなります。先ほどの登録したものをこうするとはいロック解除されて使えるようになりました。これが先ほどのパスワードの場合が良ければピンの方を選んで打ち込んでいただければと思います。次に安全性と緊急通報ですね。そうしますと緊急 SOS とありまして緊急サービスに発信しますと出ています。さらにタップしますと緊急時の操作としてこのリューズを5回以上素早く押しますと緊急 SOS が開始しますと出ています。そうしますとですねカウントダウンアラームとありますがアラーム音の再生とともにその登録してある緊急通報先に連絡してくれるという機能になります。次にカレンダーの同期とあります。これは自分の Google カレンダーと連携する形になります。これは必要であれば同期のところにこのようにチェックの方を入れていただければと思います。必要ないものはねチェック外せばいいわけですね。次に全般を見てみたいと思います。まず未読の通知ドットを表示するとありますけどもこちらはですねこの6の部分今ダイヤルのとこありますがちょっと分かりづらいんですけどもこのように白いボッチ通知が来ていることを分かるようになっています。次にメディアコントロールの自動起動とありますけどもこのウォッチ上でですね音楽再生とか YouTube を再生しているときに次に送るとかね戻るとかボリュームの調整ができるようになっています。今ですねちょっと著作権の問題で音は出すことできませんがこのスマホ上で Spotify を起動してあります。そうしますとねこの画面上に今自動でこのような画面が出てきました。再生してあるものが表示されています。これは今 AOD の状態になると再生されている曲名が出てきています。タップしますとコントロールができます。この次に送るができますし一時停止ができますしそしてボリューム調整ができます。そして次に送ってみたいと思います。このようにね、曲送りもできるようになっています。ちなみに戻ることはできないようですね。はい、ここまででアプリの設定をご説明しましたけど、これ以下ですね、プライバシー、ユーザー補助システム、ヒントとサポートに関しましては、ほぼ説明のみになりますので、今回は割愛させていただきます。ではアプリの基本設定は以上となります。では最後にウォッチの設定の方を見ていきたいと思いますが、ざっくりね、やっていきたいと思います。
まずね、この画面の方をご説明したいと思います。この鈴のマークありますが、これを今オフになりました。これをタップするとオンになって、スマホに着信があった場合、ここが鳴りますよっていう設定になっていますので、ミュートしたい場合はオフにしておくこともできます。そして月のマークがありますけどね、これいわゆる邪魔しないでくださいっていうね、DND になります。これをオンにしますと、お休み時間モードを開始していますとありまして、今画面が暗くなりました。寝る前にぜひこれをオンにしていただければ、不要意なメールとかね、着信で起こされることがなくなりますので、寝る前にオンという形になります。オンにしますと、このように画面をタップしてももうつかなくなります。点灯されなくなりますので、ご注意ください。再びオンにする場合は、リューズを押していただいて、画面を起動し、そしてもう一度ここをオフにするということになります。そしてこの右の太陽みたいなマークですね。これをタップすると明るさ調整が手動でできるようになっていますが、基本的に自動の調節でいいんじゃないかなと思います。そしてここを押しますとスマホが鳴りますので、ご注意ください。はい、電話の着信音という形で鳴ってますね。これスマホをね、鳴らす機能になります。そしてこれはね、フライトモードになりますね。通信を一切遮断しまして、 Bluetooth とか Wi-Fi と接続をオフにする機能になりますので、スマホと連携を切ることができます。そしてこちらは Google Pay の起動になります。登録済みの Suica が表示されます。そしてスマートウォッチには結構ついている機能になりますが、懐中電灯の機能になります。で、一番左上ですね、これをタップしますと、タッチロックをオンにしますかとありますけど、これをオンにしてしまうと画面が一切反応しなくなります。ただ表示してくれていますので、触ってもね、反応しないので、これが結構使いやすいっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。これを解除するときにはここを長押しします。そうしますとね、改めてこのように操作することができるようになりますので、一時的にね、なんかこう触っちゃうとかね、そういったケースの時に使うといいかもしれませんね。そして機能に関してなんですが、ここをタップします。画面の部分ですね、ウォッチフェイスの変更とありますけども、このように文字盤を変更することができます。文字盤の変更に関しては、画面を長押しして変更することも可能になっています。で、続けてこの画面の項目の中にサンライトブーストってあるんですけども、これは直射日光の当たる場所で画面を一時的に明るくしますとありますので、よく屋外にいる方に関してはこれをオンにしておいた方がいいかもしれませんね。そしてフォントサイズとありますけども、文字のこの太さですね、はっきり見やすい方がいいよってことであれば、このように拡大することができます。そして画面の消灯ってありますけども、推奨15秒とかね、30秒ってありますけど、タッチした後10秒間経つと消えるっていうことになります。そして常に画面をオンとありますけども、これが Always on Display の設定になりますので、これは必要な方はね、オンにされてください。そしてこの音声っていうところがありますが、ボリュームの各種調整になります。メディアの音量ですね、そして通話の音量、着信音、通知の音量、アラームの音量になります。充電の時の音とかもね、ありますね。これは必要に応じて調整をお願いします。またバイブレーションとありますが、特にこのバイブレーションとハプティクスってありますけど、このバイブ振動とともにコツコツとした振動を欲しい場合はですね、この部分をオンにすることができます。またリューズの使用っていうのもありますけどね、これは当然使った方がいいのかなっていう感じですよね。はい、というわけでバンド自体の設定の方もご紹介してきましたけど、とにかくわからないことに関しましては触ってみるっていうことが一番いいのかなと思います。ぜひね、チャレンジされてみてください。では本日は以上となります。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。